はい、よろしくお願いします。で、今回この4問ですね、やっていきますので、まず早速1番から解説やっていきましょう。では、今回は比例式が主役というか、比例式特集なんですけど、まず上3問、比例式普通に解いていきます。で、比例式の、まあ、自分の解き方の、まあ、覚え方はですね、中、中、外、外とよく言います。これ、まあ、書く必要あるかな？一応書くか。中、中、外、外。どういうことかっていうと、まあ、比例式なので、何対何イコール何対何と必ずなります。これが比例式なんですけど、中と中、内側ね、と、外と外を掛け算するんです。それだけ。で、順番はどっちでもいいです。中、外、外、中、中でも構わないし、中、中、外、外でも構わないと。で、基本的には文字をくっついてる方を先に掛け算した方が楽なので、今回、外、外からいきます。4と X 掛け算すると、4X。で、イコール、中と中、12とかける、ごめん、12かける5するんで、60と。で、両辺、4でね、割れば、X イコール、15となって、これで終了ですっていう。これだけだから、比例式はね。で、1番に関しては、例えば小学校の時にやったね、やり方で、右側の数字を見るとさ、4と12なんですよ。で、こっちからこの12にするには、4に3をかけますよね。試算12って。だから、同じように、こっちの5からかける3をすれば、5、3、15ですよってやり方でも、もちろん OK です。まあ、小学校の時そうやって習うからね。OK なんですけど、こういう風になっちゃうの。中学校の問題って。これ無理ですよ。無理じゃないんだけど、ちょっと厳しくなるのね。このやり方をすると。だから、基本的には中、中、外、外。まあ、もしくは外、外、中、中ですね。このやり方を覚えてもらえたらと思います。で、2番も同じように行きましょう。こっちは X が中にあるんで、中、中から行きます。つまり 2×X だから、2x イコール、外と外なんで 9×3/4。で、こっちを書こっか。ちょ、かぶってごめんね。こうね。で、これは約分ができます。1と3。つまり3、4、12になります。右側、ちょ、書こうか。12。で、2で両辺割れば、x イコール、6となって、これで終了と。で、どんどん行きましょう。で、3番みたいに文字がこう2つ入ってくることもあります。X が2個あるよって。その時はどっちから言ってもいいので、まあ中、中、外、外で行きましょうか。まず中が3と ×X-8 です。もちろん暗算でやってもらっても構わないんですが、ちゃんと書くと、3×X-8 となります。掛け算だからね。で、外、外は2とこれ、X-4 を掛けるので、ちゃんと書けば、こうなる。で、カッコの前に数字がくっついてる。これは掛け算で分配法則をするんですよね。だから 3×x で 3x。3×-8 で -24 イコール、これも同じ。2を配るから 2x-8 とこうなります。さっき暗算しちゃってもいいよっていうのは、掛けた時にどうせ配るんでしょって言って、この1行目書かずにいきなりここでもいいと思います。うん、わざわざ書かなくても大丈夫。1行目はね。で、集めましょう。この 2x は文字がついてるから左に持ってきます。まあ、方程式の解き方ですね。持ってくると、-2x。3x と -2x くっつけると、まあ、1x。1は書かないけどね。だから、x になります。で、この -24、右に持っていくと、+24 です。-8 とくっつけて、16になる。だから答えはこれで終了と。だから分数が出てこようが、文字が2つあろうが、比例式に関しては中、中、外、外で基本的には解いてください。自分の印象だと、あの定期テスト、中間期末とかの時に比例式で、いやいや、えげつないなみたいな、めちゃくちゃ難しいんですけどみたいな、あまり見ないので、基本的にはこのやり方を覚えてもらえれば、計算ミスしなければね、大丈夫ですので。で、4番ちょっと変わった問題というか、ちょっと計算はちょっと違うんですけど、比例式16対 X イコール22対四角について、四角に当てはまる数が X の値よりも3大きいんです。ここ大事だね。四角が X より3大きい。この時四角に当てはまる数を求めなさいと。で、この時に四角がね、四角は、
X より3大きいから、あ、X より3大きい、プラス X プラス3なんだって、ここに気づけるかどうかが大事です。四角に当てはまる数が X より3大きいから、こう置けばいい。つまり、この四角のところに、X プラス3にしてしまって、まあ文字2つありますけど、さっきもやってるからね。あれで普通に解いちゃえばいいじゃんって、それで終わり。だからまあ、どうしようか。じゃあ外外中でいきましょうか。あと、まあ中中でいっか。22と X かけると、これどうしようかな。ちょっと右に行こうか。22X ですね。中中です。で、外外は16カッコ X プラス3になります。ちょっと暗算でいきますね。16をこのカッコに配るから 16X プラス 16×3 なんで48になります。で、またね、同じように計算していくと、これ、こっちに持ってきます。そうすると、マイナス 16X になる。で、22とくっつけると 6X となります。で、18ね。で、両辺6で割ると X イコール3とこうなる。ちょっと詰めすぎたな。で、この問題の、まあ、一番ポイントはここね。これで置けるかが大事なんですけど、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、これを答えに書いちゃう。っていうのは、結構な方がやる可能性が出ます。これ、X イコール3をね。3じゃない。ごめん。48だよね。なんで3になってる？ってことは、8か。失礼しました。ごめんよ。これを答えに書いちゃうのは気をつけた方がいいです。で、なんでかっていうと、いや、求めたいのは、四角に当てはまる数なの。X を聞かれてるんじゃない。で、四角っていうのは、X プラス3って最初自分で置いてるから、四角を求めるんだったら、X プラス3でしょ ?X8 って分かってるから、8プラス3になるから、X は11でしたねっていう、こっちが答え。これね、すごくもったいないので、ここまで計算できてるのにってなっちゃうから、これちょっと注意してください。では、今回は中学校1年生の教科書参照テスト対策やらせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では、引き続きテスト対策、まあ、この章とかね、別の章も取ってますので、もしよかったらそっちの方もぜひね、使ってみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。